それでは第15回早朝ゼミです。でね、今日まあこの後続きだけど、今日もねある手術これなんだよね。この。あ、今日も虫学です。これ虫学でこれね、こんな感じ虫学で。でこれで4本埋入して、あの即時加重するで。あ、で、不正中にね、テンポラルインプラントを埋入したのね。あ、そうなんですね。それでガイドを作ってる。こんな感じね。2週連続みたいな。先週は天然質でしょ、今回はインプラントだけでやる、ね、はい、ちょっと待って毎週だな。で、その計画のね、模型が、はい、これがまあ、いわゆる寝台ワークスアップみたいなね、はい、指定の形でしょ。だからまあ、かなり、仕込んとか長くなるかな。あ、固定、そうですよ、固定式です。そうだね。ここにビデオを撮りながらやってるからね、そうなんだ。もうちょっと続ける。こうか。こうすると、あ、これこうすればいいのか。あ、これいいね。こんな感じね。寝台ワークスでしょ。で、それで、はい、成虫にこのテンポラルインプラントをね、埋入して、で、ガイドをこうやってね、はい、まあ、いわゆるオールオン法だね。そうです、ね。だから、遠心は傾斜埋入、2本をね、できる。こんな感じで4本埋入。で、作ったらプロビジナルがこれでね、こんな感じ。これ実際そのガイドでドリルングした模型、ガイド作って石膏を削ってね、はい、アナログ立てるでしょ。それでプロビジナルを作っておいて、この感じね。で、プロビジナルは航空内で固定して、あとは仕上げてです、スクリュー固定で止めるみたいな。こういう感じ。この時はアバットメントは何使われるんですか？テンポラルアバットメント。あ、傾斜前にのところもそれですか？え、あれ、なんていうか、マルチベース。あ、まだ前進部はマルチベースのストレートで、あの球種部はストレートの、そうじゃない、あの25度のアングルで角度を補正して、はい、それで、あの、あとはその後は普通のテンポラルバットメントね。そうすると、まあ、ボーンレベルインプラントかティッシュレベルインプラントになるでしょ、ね、こうね、 2ミリっていうか3、4ミリのあれがつくからね、カラーがつくからね、スムースカラーが。一応そういう感じで予定でやります。これ問題なのは、一番難しいのはこのなんか音外交のところの剥離だよな。かなり近いから、そこをちょっと剥離ね。今、外科の先生と一緒に打ち合わせしてさ、それでやろうとしてる。あの、武田先生とね。だそこの部分だけ武田先生やってもね。まあいいか。それ今日のね、あれでしょ。で、あと、前回の復習は、ね、どこにいったかな。ちょっと10倍ぐらい。これ30倍とか60倍あるんだな。これ30倍だと考えるな。早いですね。うん、これドリームですよ。で、今日もだからね、こうやってね、マーキングしてさ、それでちょっと入れていこうと思ってんだよね。要するに、遠心のところのさらに、無造作に入れると、音外交、ね、開口部のところさ、化学科の開口部のところ、損傷するところがあるから、そこと絶速に迂回してさ、ゆっくりこう、剥離してさ。そういう感じでやる。あとは一緒じゃないかな、この辺りの。で、インプラントの枚数も、インプラントの本数もね、一緒だから4本だから、はい、まあ、かかる時間でたら一緒じゃないかと思うけどな。歯があるかないかの違いで。だから、でもただ歯がある方がガイドを安定するよ、確かにね。そうです。うん、オロン4の場合ってどこまで剥離するんですか？やっぱり、音外交は明示した方がいいんですか？いや、する必要なかったらしない方がいいんじゃないのかな。あの事前に分かってる人は、ね、CT とかでね、はい、一応念のため見た方がいいかもしれないけど、あまり無造作に剥離するとね、それだけで、まあ、人が起こしたら困るから、はい、ただね、きちっとその音外交のね、その開口部のなんか神経出てるとこがさ、なんかこう軟組織にくるまれてるでしょ、はい、あれをなんかこう無造作に取り扱わなければ麻痺とかってないけどね。ああ、そうなんだ。私も長く見てきたけどね、だからあえて見る必要はないんじゃないかと思うけどな。
ただなんかCT でもね、分からないようでからじゃない、よく。なんとなく部位が、はい。そういう時にちょっと心配だから開けてみるっていうのあるかもしれないけどな。うん。でもだからってそれが開けてみたからといって、ね、それで一応ずらすんだったらいいけどね。ずらせるんだったらいいけどね。ああ。ずらせるんだったらちょっと、なかなか、どうするのか。で、これはね、どこまで、これで、4箇所ね、手前が 3.3 の12か。で、奥が 4.1 の6なんだよね。はい。それの、インプラントかの形成をする。で、そうだね。で、後ろの方は、6番のところはさ、かなりね、音が、科学館までさ、距離がまあ9ミリとかそのぐらいだから、はい。ね、だからこれで慎重に、ピエゾで、ね。ああ。ね。ピエゾで、手の感覚でさ、別に化学館に近づくとさ、薄い皮質骨があるはずだから、それを穴開けないっていうかな、先行しないっていうのね。だからそういう意味ではピエゾですごい使いやすいと思うよ。で実際今回の手術も、後で CT 撮っても、予定通り言ってたからね。ああ、そうなんです。損傷せずに、まあ、予定の6ミリのインプラントね。ギリギリだけどね、入ったし、麻痺も今のところ出てないからね。まあ今のところ出てないっていうか、今出なかったら出ないんだけど。はい。だから、ピエゾはね、あった方がいいんじゃないかな。これ多分、サイナスリフトする人なんかも結構有効に活用してるんじゃないかな、ピエゾってな。ああ、そうです。うん。こういう感じでね。ピエゾメモリーが打ってるからね。これ確か2メモリーで3ミリずつだと思うから、3ミリ、6ミリだからね。うん。であとはマイクロスコープでさ、こう覗いてみてね、中なんかね、穴開いてないか、先行してないかとかね。で、この場合もね、事前に顎骨模型作ってもらったんでね、ああ、そうでした、ああ、そうでした。なんだっけ、アクリル、ね、キャドカムでね。はい。で、それでさ、無造作にこうね、手術のシミュレーションしてたら、ストーンと穴開いてさ、あ、化学館あったんだと思ってさ、化学館まできっと再現してくれてるわけさ、ね。すごいですね。だからやっぱり、いや、あとどのくらい、その化学館の周りにどのくらい必須コースがあるかとかもさ、ある程度はさ、作ってきてくれるから、まあ、ある意味やっぱり、模型とかは最初の人はあった方がいいんじゃないかな。だから、逆にあれだろうね、インプラント教育にああいう模型とかをきちっと導入する制度にした方がいいんじゃないかな。ああ。なんかね、そういうこと、初心者にこそああいう模型必要だと思うけどね、初心者っていうか、最初の頃にね。はい。うん、確かに。逆に、たくさん、ね、やってるような先生はさ、なくてもね、もちろんできると思うけど。でも逆になっちゃってるじゃない。初心者の人の方がお金かけられないじゃない、ある意味。そういう。そうそう、本当にそうです。今の状態ね。はい。だけど、医科とかでさ、健康保険制度まで模型作ってるから、本来の医療っていうかな、医学の教育っていうことに関しては、模型あった方がいいと思うけどね。そうです、もう間違いなく。ね。こんな感じで、ね、あ、まず。新馬としてやっぱ化学館近いと痛いんですか。いや、それは関係ないと思うな。あ、たまたまそういう時期だったんだと思う。うん、これ本当慎重に、まあ本当にピエゾだけでさ、インプラントが形成していくみたいなさ、イメージね。最後の深さだけちょっとさ、ガイドを使う、うん、で、あとこういう時もね、これポイントだな、今のね、必ずガイドでここやるときも、ガイドが安定してないとさ、ね、ずれたりすると困ると、上下だったりね、左右ね。まあ多分ずれるってことは浅くなるってことだから、まあ実際は危険度は少なくなると思うんだけど、ずれて深くなるってことはまずないと思うんだよな。はい。これでピエゾでね、こう、ね、近いところ。ポケット端子となあれだな、慎重に。で、ガイド入れて、で、ここにさ、こういう時に 2.8 ミリのドリルが終わってるから、固定のピンがあるでしょ。はい。あれを入れてあげたらいいんだよ、やっぱりね。へぇー。これ、こうやる時に、それ気づいたら、はい、カタカタ動くでしょ。その時に 2.8 ミリの、これピンあるでしょ。これ。はい。これ入れるとね、すごい安定度が増すから。動かないんです。うん、これ入れて、それでやってあげる。
そうするとこっちもかなり正確だからね。まあこれもでもあれじゃないかな、ストロマのガイドをある程度使ってないとどれだけ正確かとわかんないからさ、安心してできないかもしれないけど。そうです、うん、だいぶ使ってるとあこのぐらい正確だなってのわかるからね。これは非常にいいと思う。でこれでゆっくりゆっくりね。でこの時も50回転ぐらいと手の感覚でさ、なんかこうズノンといたなとかですね、まあ普通に横の壁だけ削ってるなみたいな感覚わかるじゃない？はい、うん、だからそれで確かめてった方がいいんじゃないかな。ああ、まあ丁寧にやってた方がいいよ。だからこういうところね、ポイントは手術ってそんなに急がなくていいんじゃないかと思うけどな。そのゆっくりゆっくりね。でこういうところもまあかなり近かったとしてもさ、かなり低速でゆっくりね、ジェントルにやってれば、そんなに損傷しないと思うんだよね、逆にね。あれ、巻き込んだりなんかっていうのはさ、高速回転でブワーンとさ、いきなりやってるから神経巻き込んで切れたりするでしょ、はい。ゆっくりゆっくりこうやってピースみたいなのとかね、低速回転でやってあげれば、もう触れるぐらいことはあってもね、その膜みたいなものに触れてることはあってもさ、こう損傷するっていうかね、そうです。そういうことは少ないんじゃないかと思うんだよな。だから、やり方にもあるんじゃないかな、やり方はね。どういうね、あれでやるか。歯の形成もそうじゃない？あの、生活史とかの形成もね、ガーって削っちゃえばね、あれだけどさ、麻酔切ってね、相当ね、注水しながらね、やってあげれば、結構、そんな問題ないんじゃないかな。あ、で、これね、これが 3.3 の。これが6セリットだな。8。うん。ただね、昨日副島先生の講演会で言ってたけど、ここは 3.3 でしょ？はい。でもここのところはね、3.9 ぐらいあるらしいんだよね。ね、あー、ショルダーのところです。ショルっていうか、吉田さん、わかる？あのね、ということはスタンダードプラスとスタンダードってあるでしょ？はい。わかる？スタンダードは 3.3 なのさ。要するに、ラフサーフェスを全部さ、こねなきゃいけないでしょ？はい。その時に、スタンダードの場合は 3.3 ミリの直径の、インプラント入れることになるわけ。でもこれは 3.9 ミリ入れなきゃいけない。ああ。分かる、言ってる。だから 3.3 ミリだからっつって、はい、歯槽腸の骨幅がね、少なくていいわけじゃないんだよね。ああ、そういうことなんですね。だから 4.1 のボーンレベルと同じぐらいの骨頂のさ、幅がなきゃダメなわけ。へえ。だってそうでしょ、ここの部分広いじゃない、こっから。そうですね。うん。だから、そういう注意しなきゃいけない。確かにだから、細いからと安心しちゃダメなんだよ、やっぱりな。うん。だから私も思ったけど、だからまあ、逆に言うと、こういう時ボーンレベルの方がね、ある意味適用となるのかもしれないな。そうです、うん、あんまりこう細いっていうことがメリットじゃないもんね。大抵だって化学の場合はさ、こんなってさ、はいね、そっちの上の方が骨ないわけだからね。そうですね、よくあるかね。まあでもこれはギリギリあるから、全体的に細いんだったらまあこういうね、あ、これな、血液が変わってきた。これはロキシムなんだな。感じで、この瞬間がそれまで綺麗だよね。このインプラントが光ってるもんな。でこれで予定どおり入ったかっていうことだけど、まあ入れてからこのロキシムから入れて、ね、であとこれで方向が、ね、問題ないかどうか確認して、ね、若干だったらね、この時に補正効くからね、こうね、動かして。ああ。若干ね、あの、骨が柔らかい場合ね。はい。硬いとちょっと無理だけどな。でも、回転させながらやっていけば、少し、あの、方向変えられるよ。ああ。あんまりやりすぎると骨にダメージ与えるから良くないのかもしれないけど。通常の手術であれば大丈夫。だから化学のこういう球種とかってね、意外と時間かかるよな。
いもんな、あれな。うん、でこっちはガイドだな。ああ、そうですね。まあ、特にいいのですけど、一つガイド買って、一つ普通の買っただけなんです。普通の、そうですね、うん。これ何時だったかな、これスイスのチューリヒコースの時に買ったんだよね。あ、その時に売ってくれるんだよ。うん、売ってくれるんだ。いや、売ってくれるし、少し安くしてくれたんだよね。へ、えー。まあ、なんか10本買ったら、12本ね、12本分くれるとか。ああ、はい。12本分を10本で、みたいなね。そういうパターン。こっちはガイドだから、こういう感じでね。でこの上からガイドを入れていくの。ちょっと。これで違ってる。バチッとな。そうです。うん、当たり前か。これで、642だから、あと2ミリ入れるのかな。最初の計画だよね。でもここで、あれだわ、十分だわ。これ以上入れると、あの即時加重できなくなるから。これでしょ。2ミリ入れるのかな。ちょっと、覚えてないけど。かなり硬いのかな。そうです。もうこれ諦めたな。あ、やめとこう、みたいな。自分、あの、初期固定やられてるから。6ミリ今度僕も買ってみようかと思うんですけど、ちょっと短い。うん。なんか注意点とかありますか？初期固定さ、正確にインプラントドリルさ、ドリルか形成しないと、はい、インプラントか形成しないと、初期固定やられないよね。あー。それかな。でもあれは化学に使うんですよ、どうせでも。化学、はい。化学感がちょっと近くて。かといって、上枠みたいにさ、3.3 ミリだけね。あー、違う。2.8 ミリだけまで削っといてさ、上下だったら入る可能性あるんだよね。はい。例えば 4.1 ミリまで削っといて 4.8 ミリインプラント入れるみたいなね。ボーンコンデンスみたいな感じで入れることだけど、化学は無理だから、まあやっぱりできればガイドみたいなの使って正確にね、ブレないドリリングするしかないんじゃないかな。ああ。だから低速回転なんかやめといた方がいいよ。低速回転ブレるから。逆に、はい。高速で1回でスパッとこう行くのかな。ああ、1回で。1回でパシッとこうね。でもう何回も上下させるんじゃなくてね、まあ、スパッと、まあ、もっと上下させてもいいんだけど、こうブレないようにしないんだよな。ブレるのが一番問題だわ。ブレると一番トラブルになるかな。そういうことやらないからね。あとあれじゃないのかな、2回ほどやった方がいいと思うけど。あ、出さないの、頭。頭出さない。もしくはちょっと深めに入れるとかね。はい。だからそういうことやらないんだったら、まあ、7ミリぐらい掘っといてね、まあ、8ミリか。はい、鉢に掘れるんだったらね、掘っといて少し深めに埋入してさ、インプラントのネック部で初期固定やるとかね。ああ、そう、やっぱそう、ね、うん、そうしないとあれじゃない、感じだ。私もこれもそうだけど完全埋入しちゃってるけどね。ああ、粘膜下になった方がなんかいろんな力かからなくて済むでしょ。はい。それにあと、あのあれの義歯を使わないようにしたでしょ、即時荷重でね。ああ、確かに義歯使ったらいいんさ。義歯使ったら結構私もロストしてるから今でな、義歯使うケース。でこれで長さだね、長さで1、2、3、4、5、1、2、3、4、6ミリなんだかな。3本目の線なのかな。2ミリ、4ミリ、6ミリな感じだな。でございます。これ9ミリ。8ミリか。これ8ミリ。これ10ミリか。2、4、6、8、10なのかな、ちょっとな。この上が。これ12だな。12。まあ、このメモリがなんか、いまいち。あんけど、まあ、一応、ここは5ミリだな。5ミリ。上が5ミリ。上がここ5ミリだな。うん。上
がゴミ。2本目はゴミか。なんか見づらいね。ああ、もう。一応これで、こっちもかな、やってんのかな。ただ、まあ、あまり6ミリ使わなくて済むなら使わなくていいと思うけどね。はい。長い、長さ、長いですね。あくまで補助的なインプラントだから、まあ、私も時々使うのは、やっぱり12ミリと組み合わせるとかね。ああ。あんまり、こう、10ミリ、少なくとも10ミリと組み合わせるとかね。単独をやめといた方がいいんじゃないかな。はい。いや、あの、使うのは時々、なんちゅうかな、換算とね、まあ、オルソ見てね、あ、これは8ミリとか、ね、大丈夫そうだなと思ったのが、どうしても満入するね、時に、あの、CT で撮った後でね、あ、ちょっと厳しいなってなんだ、やっぱりね。はい。そういう時で使う時あるけどね。でも実際の、あの、きちっと、ね、食でもやられて、骨質問題なければ、用語はそんなに悪くないけどね。はい。まあ、あとは幅かな。幅はさすがにあった方がいいよね、骨の幅ね。はい、6ミリならさらに骨幅なくて造成って言うとちょっと危ないんじゃないかな。でも大抵幅あるでしょ。はい、あります。短いインプラントしか入らないっていうのは顎骨が吸収してるから逆に幅はあらはずなんだよね。はい、うん、逆説的にね、まあ、一応こんなとこかな。でこれで、ね、はい、封鎖これで初期固定かかりましたね。あ、おはようございます。こんな感じな。で、4本終わったかな、前に。終わったかよ。あ、もう1本あったか。もう1本あった。これで終わりかな。これ4本目だね。はい。左の。だショートインプラントの、あれだな、活用みたいなもんだな。はい。いろいろ含まれてるのかな。即時荷重、ショートインプラント、あとロキソリッド。はい、かなりすごいです。ね、でも大したもんね。このグローバルフォーラムからなんか答え早く出してくれとか返事来てたの。ちょっと今考え中ですって。答え？あの人いるだろ、一人なんか。ああ。なんかコメント好きな人。はい。うん、なんかあの人から。よし、いいかな。この前。で、今日これで、で、これ次ね、明日こっから。はい。前入の後から。はい、ありがとうございます。上でじゃあ、あれする。